ネイロ、で集中しないといけないと思いますね。そうですね。レオミネイロ行く、奪った、前に入った、レオミネイロかわした、シュート入った。さあ左あるいは右どこを使うか、レオミネイロ行きましたが、熊本これ素晴らしいディフェンスですね。はい、3人行きましたね。そうヤラマンテージを見ている。レオミネイロ得意のドリブルだ、 J2 トップのドリブル、まだ行きます、まだ行った、園田をかわした、レオミネイロクロスが入る、コーナーキボールはレオミネイロ、足に当てて、さあ縦少しトラップが大きいか、いやマイナス方向のボールはキープ、無事から、さあレオミネイロ縦に上がる、夏がつく、倒れる、これはイエローですね。岩瀬のシューズはブロックにかかりました。体に当てて大丈夫ですかね。ここはレオミネイロサイドを変えるいます。そうですね、レオミネイロ下がって受けています。そのレオミネイロに対して小松が行く、それでも粘るレオミネイロ、クロスが上がる。そしたらこういったサイドチェンジした時に、相手は移動中にクロスを上げたいです、はい、レオミネイロ、レオミネイロ前を向く、さあさあ、そして田代が前で胸で受けて、レオミネイロ、ここはあれ前向くレオミネイロ、ディフェンスのラインがね、はい、ちょっとこう離れてますから、はい、さあワンバウンドしてレオミネイロ、しかしここも早いが、レオミネイロシュートに行くな、レオミネイロ拾う、さあレオミネイロ前を向いていくシュート、お金入れてここなんですかね、ここからのレオミネイロからお金へと行くか、ここでかわしたレオミネイロ、レオミネイロがかわした、中へバントが上がってくる、取れていると、まあ、それだけ岐阜のディフェンスのスタートはやや低いところですよね、はい、さあ笛はありません、レオミネイロ、さあこの辺りです、この辺りでしっかりとマイボールをキープできるかどうかですが、いやここはレオミネイロ、ね、といっても無理だけど、うちにはこの選手とこの選手がいるからこのサッカーをやっていこう、これがしっかりしている、レオミネイロスーツのか、この位置にレオミネイロ外す、仕掛けていく、そのままいくアウトで出した、面白い、レオミネイロ、ここは自分でドリブルで運んでいくです、ここ競り合い、あうまいな、うまく角のところからボールを、ね、入れるっていうのは増えてるんですけど、はい、まあ、こういったアクセントになりますね、今みたいなレオミネイロ選手のところ、ね、ます、レオミネイロがターゲットになる、さあレオミネイロエリアだけ入ってくる、中には滝上がちょっとドリブル突破、まだ行く、まだ行く、シュート、レオミネイロ胸トラップ、どうするか、ここも自分で行く、まだ行く、まだ行く、2人の選手がいます、そろってますよ、まだ行った、折り返す、ただ奪った瞬間サイド空いてるんで、そこは狙っていきたいんですよね、そこを使い仕掛けるレオミネイロ、折り返して、あ早いボール、レオミネイロ、レオミネイロ追いつけばチャンスだ、かわした、岐阜勝ち越し、ちょっとここは引っかかりました、レオミネイロ、この人はドリブルにパワーがあります、馬力があって前に持っていけますが、近くにレオナルドロシャ、もう一度レオミネイロ、前線にはエバンドロ1人、いやもう今みたいなレオナルドロシャ、レオミネイロ、前線にはエバンドロが残っています、この人ドリブルは脅威です、外していく、引きついています、クロスはブロック、そして前線に送り込んでいく、レオミネイロに入る、前線にはエバンドロ1人、しかしこの人はここで打開できます、右サイドから風間小屋もいるが、やはりこう1試合平均2失点近く、左を使いますレオミネイロ、まあ、なかなかスペースがないんで、サイドをチェンジしたりする中で、やっぱり攻め手を見つけてますね、打っていきます、レオミネイロ、中に鈴木ブルーノが入っている、さらには滝谷も入っているが、折り返せるか、グラウンダーのボール、さらに左の深いところ、レオミネイロ、ここは橋内倒れましたが、開始から岐阜がコントロール、おー奪ったレオミネイロ、さあうなに抜けて、中には鈴木ブルーノがいる、ない部分がありますよね、はい、やはり肝になってくるのは後半に向けてのサイド、彼の足元そのまま流れていって、レオミネイロが収める、
あ、抜けた。ドリブルでスピードに乗るレオミネイロ、深い位置まで入ってきた。最後グラウンダー、ただ田代は上がっています。さあ時間をかけてレオミネイロ、ここはかわしてきた。関係性があってみたいな ね、しますが、レオミネイロが突破をしていきます。レオミネイロからここに入る、まあ、それのところも高橋選手何考えているんだろうなと思いますね。そのレオミネイロがボールを持っている中には田中パウロもいるが、前には水を上がっていく。ここでさあレオミネイロが縦に上がる。2人選手がいる中でクロス。実戦経験のまだまだ少ないチームの中で勢いづける得点を挙げています。見せられるかっていうのも見たいですね。そして代わって入ったのが昨シーズン12ゴールを挙げました難波です。まあ、一つ去年まで攻撃の中心を担った高知もいないドバイト、そしてレオミネイロ、レオミネイロ、さあ奪い返した。もう一度低い位置、頭で合わせていきました。がボール先ほど、まあ、キープしようなそうなった時のサポートが場で変に息がいて、はい、繋ぐことができるか、ね、なんとか繋いだとなりましたけれども、これは大事に至っていません。サーブ4サイドからえぐっていく、これはプレスをかけようとしているんですが、うん、岐阜がかなり早い段階で愛媛のそういったプレッシャーをかわしているように左サイド、さあレオミネイロかわしていく、寝て中クロスボール、レオミネイロ1人かわした。さあ1対1シュート打った。は岐阜のジウシーニョに対してのイエローカードであるということです。審判に対する抗議。さあレオミネイロが前を向いて右にジウシーニョ。本当さん、西日が差してきて少しちょっと暑くなってきましたね。そうですか。ウィン増山からレオミネイロ、レオミネイロキープする、上がってる選手エリア内にはいません。増山か、いやヘリキです。します。ここから素早いカウンターに行きたいところです。一人抜いた、もう一人抜けるか、レオミネイロ。いや今のもいいプレーです。増山、レオミネイロ、レオミネイロの右足。セットプレーでの、得点力、中盤としてどんどんボールを触ってリズムをつかむというよりも、まあ、相手の、そしてレオミネイロかわしていく、レオミネイロ。水分補給をする選手も多くなっていて、ピッチ上は私たちが想像する以上に暑いのかもしれません。あと呼び込むのはノーガイト、自分で行くレオミネイロ、ヘニキの前が空いている。ガイトバックしておかなきゃいけないですね。レオミネイロ抜き去って指示を出しました。その高知が左サイドフリーで待ち構えますが、右サイド敵にもつながるんで、はい、まあ、そこら辺の守備から最終的に攻めの形ですよね。レオミネイロからのクロス、立ち位置取ってもなかなか入らないし、今みたいにこう囲まれるしね、まあ、確かにかなり早いタイミングで栃木がついてきます。うん、だ本来だな、あれセンターへこぼれたボール、レオミネイロかわした、そうですよね、はい、エリア内、はい、ここでキープします、レオミネイロ。あ、これシュート、津山からロドリゴ、いや少しラインが、レオミネイロ中にちょっとへばってくる時間帯でもあるんで、じゃそこのチャンスをつけるか岐阜です。レオミ変わって入った長井、しかしボールバッターはレオミネイロ、レオミネイロ前を向いた、2人の選手がいる、どちらを使うか、自らボス上がっていく、レオミネイロを使ってきた、ゴール前ナンバーベル、どうするか、一旦切り返してチャンスだ、シュート、活躍を見せています。さあ高橋がゴール前に送る、あ入れ替わった、レオミネイロいいんですよね、岐阜としては。なのであいいわ、レオミネイロボールを奪った、中にどんどん向かう選手が上がっていく、しかしここ早いスタート、レオミネイロ縦に上がってエリアの中に入ってくる、ロドリゴがディフェンス頑張りました。レオミネイロ、レオミネイロがボールを持った、ロドリゴは前線、逆サイド松山も上がってくる、ある程度攻めた時には、あ攻めてる時でも川原選手のポジションを常に意識してるので、はい、
ランニングプレー、うん、あのボールをどんどん向こう側のタッチライン沿いです。ドリブルで上がるエリア内には岐阜の選手はいない。あたりはですからパスでうまく外していきたい、そんな話も試合前していましたね、はい、まあそれもあるので、要は黒身と挟みに行きますがレオミネイロが抜いていく。シュートがやって、まあ、今シーズンはあっとこれはボールをロスした安川です。レオミネイロ、レオミネイロ突破してクロスでは4位という成績。さあレオミネイロ、うん、清本からワンツー